はい、こんにちは、竹下敦です。今日はね、ギターの基本的な、ちょっとした、これをやってみると、上達が早いよという練習方法をね、ちょっと、私なりに皆さんに、お教えしたいと思います。これはですね、知人である、とてもいい、ボディを塗装されるリックサイドデザインというね、会社の、方のご子息が今ギター練習なさってるようで、ぜひ楽しんでいただきたいんですが、やはりね、こう F のコード F、 これがやはり抑えられないと。まあ、指のね、写真が見れたんですが、それを見る限りね、とてもセンスがいいですね。指にね、こういうふうに見えますか？あ、失礼。指にね、タコができるんですよ。タコのね、できる位置によって、その人がセンスがいいかどうかっていうのはね、わかります。なるべく指先で押さえる。指のね、この骨で弦を押さえる、そういう感覚がつかめるかどうかっていうのがすごくポイントになります。で、やみくもに F を押さえようと思っても、なかなかそれは先に進みません。最初はですごく効果的な練習方法がありまして、これ日本のクラシックギタリストで非常に有名な方なんですが、青木和夫先生という先生がいらっしゃいます。その方から教わった練習方法なんですが、ご紹介しますね。一般的に、見えやすいように指をね、よくこういう、こういうクロマチックの練習というのはよく一般的に行われるんですが、これ大変効果的です。で、ここから一歩進めた練習方法はですね、バラバラに動かすのではなくて、先に4本の指で1つの弦を押さえてしまいます。こういうふうにね、パッと押さえてしまいます。ここから一本一本指を離していきます。ゆっくりでいいです。パッと次の弦に4本同時に押さえます。で、また4本同時に押さえます。で、また4本押さえます。で、また4本。これを一つの練習として取り入れてみてください。これね、早く弾く必要ありません。実際やってみると分かるんですが、ゆっくりの方が疲れます。指を保持しなければいけないので、ゆっくり丁寧に正確に、重要なのはパッと、パッと4本の指を同時にこう押さえることです。これ何がね、重要かというと、これイコール制覇、バレエで、ね、こういうふうにという指の使い方の練習につながります。こういう F を押さえるっていうのは、ある意味一番テンションが弱いですから、弦のね、張力が楽なんですが、例えば上の方のこ
アルペジオを弾こうと思った時に相当にあの手の力というかコツが必要になります。で私の場合手小さいんですが、今ご覧になったようにここまで指が開きます。開こうと思ったら次まで開けます。これは多分、あまりできる人はいないと思います。なぜこれができるようになったかというとひたすら練習したからです。指がね、私小さいんだ、指が短いんですよ。短いし手も小さいんですよ。ただし握力、あと腕力は相当あります。毎日毎日鉄アレイで鍛えてますし、こういったねこうにぎにぎするグリップでこう来る日も来る日もこうやってやるわけです。結局ね筋力なんですよ。脳から出た信号が筋肉を動かしますよね。筋肉がない限りは指って動かないわけです。ですからあまり手が小さいからね自分はギターに向いていないとか、自分はね指が短いからギターに向いてないとか全然考える必要ありません。私のこの大きさでギター弾けるようになるんですから、多分ね私の指ねほとんどの女性の方とよく比べてみるんですがほぼ同じか私の方が小さいです。それぐらいに手が小さいです。それでもね練習していればねここまで開くようになるわけですよ。それはもうねやってれば自然となるんです。毎日やらなくてもいいです。あの時間があればねほんの1分でも2分でもいいです。少しやることで必ず成長しますから、それはねぜひ楽しんでやっていただきたいと思います。毎日やっているとほんの少しだけ成長している自分がねわかるんですよ。それが楽しい。この練習方法ねもう一度よく見えるようにゆっくりでいいですよ。パッと押さえてダー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 、パッと押さえてダー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 、パッと押さえて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 、ということの繰り返しです。ギターという楽器はねいかに弦とあとフレット指板とね仲良くなっていくかっていうのがポイントですので、無理をせず、無理をしすぎると腱鞘になりますしねバネ指とかになるんで、そうならない程度に、楽しくゆっくりと弾くことです。ゆっくりと弾いてるうちに自然と早くは弾けるようになりますから、最初からね早く弾こうとかうまく弾こうとかねそれは無理です。少しずつ少しずつ練習していけばねできなかったことができるようになって、それが楽しみにつながります。でなるべくねこうギターを触ってる時間を長くしてあげてください。ギターっていう楽器はねすごく、なんていうのかな、ほっとくとねいじけるんですよ。可愛いところがあってね、だからなるべくいじってあげてください。なでなでしたりねこうやったりしてるうちに、あれネックのこの辺ってこういう指使いがいいのかなとか、あれこの辺ってこうかなとか、触ってるだけでねなんとなく分かるようになるもんです。触ってあげればいいんです。こうやって開けないんだったらこうやってこうやってこうやってやってるうちに、あれこういう風に、あ自分の指ってこんな風に動く形に動くんだとか、こんなことができるんだ、自分の可能性がねだんだん見えてくるんで、あんまりギターって才能関係ないんですよ。練習してれば上手くなるんです。ですからぜひね楽しく、そしてね少しだけ自分に厳しく、ギターと付き合ってみてください。そしたらギターさんはね必ず答えてくれます。今日ね、お教えしたゆっくりとしたパッパッパッと弦を押さえる、これ必ず役に立ちますから、ぜひ練習してみてください。それではまたお会いしましょう。竹下敦でした。